水戸浜街道まもなく発車です。米沢まで何で行かないですか。米沢まで、なんだっけな、あそこもね、理由は車境に変わったでしょ。ここが今新潟車とか仙台車とちぎるっていうことがあるわけじゃない。であとほら、米沢入れると折り返しが入れなきゃいけないから、それがあるんじゃないかなと思ったんですよ、私も。あと下手すると新幹線の関係もあるのかな。新幹線優先されちゃうかな。だから回っちゃえばよかったよねって思うんですよ、これでぐるぐるってところが運転できる人にないでしょ。言ってたんですよ、ワンマンって言うと犬が乗ってんだ、ワンワンなんだって運転手さんとかに犬がついてんだよなんちゃん可愛いよねとかって言って500円になりますかって違うかなんかイベントの規模が小さかったからな、うん、まあでも、こまごまして広かったら、前もうちょっと広かったんですよ、いろんなことやってたから、びっくりしちゃったから、でもそれでもやっぱ出してきてる子だから、立派ですよ、喜んじゃう。私は国民大好き。国民のとこに行ったから感覚が分かっちゃう。すぐついてかれちゃうんですよ。朝来るとか、ね、自分の駅も川地に来るときだから、でもね、ちょっとりょーって感じになっちゃう。どこ行くのってなんで、みんな的に行ってくるのとか、俺眠いんだって、あ、そう、私の感じで、日本語に言うと。じゃあね、バイバーイ。おー。怒られた怪人なのか、まともな怪人だったかよく分かんなかった。面白かった。急に今回ハイグモーニー、ハイグモーニー。大泉って泣き物らしいです。泣きしさあ、勝ちた。
でしょ。あんななったんだっけ、医者ありました。